皆さん、こんにちは。こんにちは。なんと、今回は武蔵原雄二先生に来ていただきました。先生、こんにちは。こんにちは。武蔵原先生の経歴をお願いします。はい、愛知県立芸術大学日本画を卒業して、2年間大学院に進み、その後作家活動をしております。先生の教室の様子をちょっと教えてください。日曜日ということもあって、平日にお勤めの方や学校に通われる出てる方が休みの日を利用して来られてる方が多いですね。まあ、社会人の方が先生の教室は。そうですね、社会人の方とあと中学生の子も何人か来てます。割と皆さん静かに書かれてますね。まあ比較的若い方なんかはまあ黙々と書かれてますね。画材、あのね画材はどんな画材使ったりしますか？はい、日本画とデッサン、色鉛筆と水彩ですね。いろいろいますね。じゃあ日本画描かれてる人がいて、はい、こっちではデッサンをやられてて、色鉛筆を描いてて、こっちでは水彩を描かれてる方が。そうですね、はい。じゃあもう基本的には何でも。何でもですね。でも見ていただける。はい。まあ、僕が対応できるものであれば。彫刻とかできれば大丈夫ということで。ちょっとこれ見られてる方も、武蔵原雄二先生はですね、動物画が非常に有名で、東京の美術館、里桜美術館の方でも作品を動物で収蔵されているでしたっけ？はい、そうですね。はい。すごい大作から小さい商品、ね、商品もあるんですけど、比較的大きい作品を収蔵される美術館なので、比較的大作ですね。もしかしたらこれ見てる方の中にも武蔵原先生の動物の絵を見られたことある方多いと思うんですけど、で、そんな武蔵原先生なんですけど、教室の方ではちょっと動物以外の絵も教えてくれるのか、心配になっちゃいますので、その辺、先生どうなんですか、実際。いや、何でも大丈夫ですよ。本当ですか？例えば、はい、僕が生徒で、はい、こういう風景が描きたいですって資料を持ってった時に、やめましょうとかなりませんか？いや、それは大丈夫です。大丈夫ですか、はい、風景。まあ、実際全員が動物描いてるっていうわけではなくて、まあ、いろいろ、現在でもいろいろ描かれてる人多いですね。まあ、どうしてもまあ動物得意なので、まあ、動物が好きで来てるっていう方もいるので、まあ、詳しく教えることはできるかと思います。じゃあ例えば花が描きたい、風景が描きたい、人物が描きたいとかでも、はい、ここの担当してる先生方は、まあ、美術大学卒業されてますので、はい、全て対応できるはずです。できるはずというか、はずというか、まあ皆さん対応実際してるとは思うんですけど、どの先生でもこの辺は心配なく。なるほど、はい、じゃあ動物以外も教えてくださる、はい、ことですね、はい。あとやっぱりこう心配なのがですね、初心者の方、何にもこう鉛筆も触ったことがなくて、スケッチブックも持って見えない方もやっぱり多いと思うんですけど、全くの初心者さんが来られても先生の教室は大丈夫なんでしょうか？あ、大丈夫ですよ。本当ですか？まあ現在通われてる方も、まあ、ほとんどの方が初心者で来られた方が多いので、まあ、その辺は心配ありません、はい。日本画だとちょっとこう敷居が高い、うんうん、難しいとか思ってちょっと敬遠される方も見えるんですけど、うん、例えばデッサンとか色鉛筆、水彩からまず始められて、うん、で周りの日本画やられてる方の様子を見て、あ、ちょっと私もやってみたいなと思って日本画をやり出す方も結構います。なるほど、じゃあ初心者でも大丈夫という大丈夫ですことで安心したからちなみに例えば武蔵原先生は日本画の業界で動物を描かれることでも本当に有名な先生なんですけど、まあ、その先生が在籍してらっしゃるということで、結構遠くからも生徒さん見えるかなって思うんですけど、例えばちょっと遠いところから見えてた生徒さんとかって いたりしますか？
そうですね、現在は三重とか三重本当に例えば片道2時間とかそうですねかけてレッスンを受けられて帰られると、はい、それぐらいファンの多い先生ですのでっていうことでいいですか？まあ、ぜひ、まあ、ありがたいです、はい、先生すみません、もう一回教室の時間なんですけど、はい、日曜日の12時半から3時半、はい、3時半から6時半の、はい、そのコマを武蔵原先生担当されてますので、まあ、ぜひ習ってみたい方は見学体験随時受け付けておりますので、まずは一回武蔵原雄二先生の教室を見学、デッサンを、はい、見学の時はまあ1時間半ぐらいできますので、はいはい、ぜひぜひお問い合わせ、お電話くださいませ。というわけで今日は武蔵原雄二先生、すみません、お越しいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまたね。